おはようございます。お疲れ様です。マシフ同族の肩慣らしです。よろしくお願いします。なんかありましたっけ？カエルさん。どれをどうあれ話していいの？まあ別に出席者とか話していいの？まあいいんじゃないっけ？写真上がってたよ結構ね。なんと？まあ落語家でずっと仲良くさせてもらってる柳家カエルさん、まあ同期ってことでね、唯一落語家で飲みに行ったりする中で。もう何回か飲んでんの？俺はもうそうね、何回か。出会いは6年ほど前からはいで、あれですよね、イベント我々がやってた芸人だったら誰でも来たら忘年会タダで飲み放題、芸人飲み放題阿佐ヶ谷ロフト、そうライブみたいにやって、新年会、本当にその時に知らない芸人とか知ってる芸人もめちゃくちゃ集まって、100人近くバーって来てっていうイベントがあったんですけども、そこに本当に知らない落語家が来たのがカエルちゃん。もう全然その頃もう若いんだよね、俺らよりもね7個ぐらい下で、多分確か今33歳ぐらいなんだけども、かなり年下なんだけど、だからその時でいうと27歳とかですね、カエルちゃんが。だからまだなんていうんですか、2つ目とか、なりたてとかじゃなかった、なりたてだから落語家さんでいうところのこう一応こう段階があって、前座2つ目真打ちだから、この間にまだ若手みたいな感じでやってて、で落語家さんの世界っていうのはその真打ちっていうのになると、まあ言ったらこう弟子を取れるってことですね。そうですね。すなわちもうかなり立派なもう師匠クラスになり、弟子も取れるし、もう一人前ですよ。何食うに困らない、違うのよくわかんないんだけど、食うにまあ困らないんじゃないですよ、真打ちなんだから。素晴らしい。だからそれもう何、まあ2つ目さんでも食べれるって言うけどね、落語家さん。あ、そうなんだ。すごいことなんですよ。すごいことだですよ。それがついになんとその6年前に出会ったカエル君がどんコツ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 と、確かにそう考えたらすごいな、努力をしてこの度真打ちになる。おめでとうございます。つきました真打ちカエルから柳家平和と襲名されますので、その襲名披露宴にご出席をお願いできませんかということで、我々マハスピード剛速球は行ってきたんですよ。初めてだね。いや、ああいうすごいよね、ああいう感じなんだね。でもさ、なんか面白い人生の一ページをくれたと思わない？あんだけいけないもんね。落語家さんのそう襲名式なんていうのに出席できる人生なんてなかなか金出しても買えねえわけですから。そうそうそう、ありがてえものをプレゼントさせていただいて、俺だから最初誘われた時あれだと思ってた。興行あるじゃん、真打ち披露興行みたいで幕が開いておなーりみたいな、あれに呼んでもらえるお客さんとして行くのかなみたいなイメージだった。なるほど、全然違った。だから披露宴だもん本当に。そうだからさ、俺そこが噛み合ってないの、噛み合ってなかったのがさ、なんか言った一番最初に坂巻くんにまず LINE かなんかでさ、カエルちゃん平和師匠から来たわけでしょ、お互いに。今度真打ち披露宴がございますのでご出席、また近くなったらハガキを送りますんですけども、まあ先立ってちょっとお伝えしますみたいな、来たからと思って、まあ行くかな、行くって聞いたら、もうなんかもちろん行くっしょみたいな、珍しいと思ったのな、坂巻君の。いや、なんでその感じ珍しくない、もちろん行くでしょって。いや、珍しいなと思ったの。なぜならもう俺はその段階でお金かかることは分かってたから。ああ、なるほど。でもそんなのにもかかると、いや行くっしょ、何行かない意味が分かんないよ、何悩んでんのみたいなこと言ってて、あ、意外になんだろう、そういうのにはこう糸目をつけない、もしくはもうかなりやっぱこう信仰を大事にする方なのかなと思って、ちょっとあ、こんなことで悩んでた自分が恥ずかしいと思ったんだけど、不正な振りがそのねえなんかそれでしっかりさこう手紙とかさこう来てさ、さあじゃあ出席するよねって話進めてたらなんか急にあれは行くのみたいな感じになっててあれなんだこいつとあんな熱心に行くやろそんなもんみたいな。生きてなのになんでなんかいくら積めばいいんだろうねみたいな。いや本当にそうなってて、あ俺はその瞬間ピーンとあこの人そっか金払うって思ってなかったなただでなんか見れると思って言ってただけなんだと思ってやっぱ寂しい気持ちになったね。でまあいや結婚式と同じぐらいだと思うからまあ3万円ぐらい。包めば恥ずかしくないと思うよって言った時の顔の曇り方サンっていう本当にみっともない人間曇ってない曇りだなじゃないいやあなたは見えないですよ自分の顔いやちょっとおっていういやいやいやじゃあ違うもうこのもらった時あなたがなんかこう招待状みたいなのもらってたじゃない坂巻君に渡してみたいなこの招待状を見た時に結婚式のやつに似てたから、あ、こういうやつだって思ったっていうのは、あ、思ってた感じじゃない。できれば行きたくない。いや、できれば行きたくないとは思ってない。いやいや、顔に出ちゃって。じゃあ、行きたくないとは思ってないけど、うわー、みたいな。金がかかるなっていう、やっぱちょっと。行くのって聞いてきたじゃん。いやいや、行くのは言ってない。お前作るな。言ってないです。行くのは言ってない。行くやろ、だったやつが。行くのこうやって作られていくんだ、話って。行くんは言ってない。いや、言った。言ってない。いや、言ったよ。言ってないです。じゃあ、どうだったの？バーって言って、いくらこれって包むもんなんだよね。行くのって入ってんじゃん、もう。ニュアンスになって。完全に今のニュアンスに。いくらぐらいなんだろうねって、俺は言ってほしかったの。まあ、5000ぐらいでいいんじゃないって言ってほしかったから。そうじゃねえんだから。3万って言いやがったから、お前3万は多いだろ、お前。身内のやつじゃねえかって俺は思いつつ、後でネットで調べたらちゃんと載ってんだよ。3万なんだよ。多いって顔だったんだ。多くね。ちょっと3万、お前分かってねえのにさ、3万はお前やりすぎか。それはさ。ただだと思ってたのが3万あるとは、ありえないと。行くの？この間意を決して3万のクソ買ったんだよ、これ。すっごい悩んで。待てと。いや、それはね。そういうもんならしいですから。でも、まあだからまだこの行くことなんてないと思うから分かんないと思うけど、本当結婚式なんだよな。そう。場所もだって東京プリンスホテルですから。結婚式。もう結婚式だった。装いも結婚式。結婚式もしかも今興味あんな人集まる結婚式ないよ。俺多分人生の結婚式の中で一番大きい会場だったわ。あんな集まんないよね。高橋の結婚式と違ったな。おいもう。やめようぜ、高橋。あれも、高橋君。二次会だから。結婚式ではないけど。二次会だから。いや、でもすごかった。だってもうテーブルの数が違ったもん。ざっと250でしたね。うわー！ 8 人席が10、あ、250は少ねえ。あ、多いか。200人ぐらい200ぐらいいらっしゃったのかな。すごいよ。なんか、絵に描いたような結婚式だった。結婚式のような。何も知らずに行ったら結婚式より結婚式だったわ。すごい人数だった。びっくりした。確かに。すごいなぁ。顔広いなぁって思ったよね。顔広い。まず。でも、顔広いなぁの中にちらほらいる、こう、やっぱ有名人の方。はい。ヨネスケ師匠。ヨネスケ。あ、あれヨネスケさんだ。ほら。あとびっくりしたのが、晩ご飯だ。ビートきよしさんがいらっしゃった。びっくりしたよね。びっくりしたよね。最初俺が気づいて、あの白いスーツの人、きよしさんっぽくない？って言って、俺一応面識はある。だってさ、きよしさんと面識あったらもう話に出てるはずだもん、飲みで。お酒飲んでんだから、俺はピンフ師匠と。ピンフじゃないよ。もう麻雀の、ボケで言うやつやで、それ。柳やピンフ。一役しかつかへんし、真打ちになったのに。あ、完全に本当だ、今。漢字で覚えてたの出てきてて、ピンフって呼んでたわ。ああ、平和師匠。平和師匠だ。平和師匠。平和師匠。はい。そうね、飲んでる時にもう、まあ一応オフィス来たのだったわけだからね、そんな話も出そうなのでもそんなの出てないんだから、まさかそのね、パーティーに出席する中のわけがない、わけがないと。そしてなんかちょっと細いと、俺の知ってる、わかるわかる、なんか細いって、俺の知ってるビート清さんじゃん、あんな細くねえよ。でもぽいけどな、ちょっと多かったんだよね。なんやねえだろお前。では近い人が何の挨拶だったっけ。乾杯乾杯乾杯の挨拶、乾杯の挨拶はこの方です、ビート清さんとビトたけしさんですつって、その隣にいるのがよく見たらビトたけし、ビートじゃないですよね、ビトたけしさんね、たけしさんのモノマネ、さらのモノマネ芸人さん、似てんのよ顔、ビトたけしさんです、絶妙ですよ。ビトたけしさんとビートきよしさんが壇上に上がってきて、2ビート、エセ2ビートだね、エセでもないんだけど片方本物だから、そうだから、すごいなと思ったら、なんかきよしさんがもう壇上で「ごめんなさい」って、平和師匠ですか、平和さんとはもう全く面識はございませんたまたまなんかこう知り合いが「お前も来ちゃえ」ってことで来ましたみたいな、たまたまで会ったことなかったわけだよね。それがなぜかこう乾杯の挨拶までやっていただいてみたいな感じでしたね。だからそういうなんかそういうのもね、つながりというかご縁でですから、そういう意味じゃこう結婚式のような運びですよね、全部ね。司会者がいて、ああそうね、司会者が進行してって、でこう関係者の方がそう師匠だからこう上司の方の挨拶みたいなのとか、友人挨拶みたいなのがあって、で乾杯の挨拶して、乾杯してみたいな、入場もするからね。あそうそうそう、まるで新郎新婦のように、そうこうからこう旗みたいなのを持って、お囃子の名がこう現れてさ、羨ましかったね。やりたいと思ったね。いや、やりたい、やりたい。どうする？名前変える？そろそろ。いや、やってもらえるよ。俺らも真打ち。いや、勝手に真打ちって言っちゃしょうがない。スピード剛速球の次は。いやいや。なんだよ。何になったら真打ちになって、弟子は取れるぐらいってことにして。ああ、で、ちょっと、やりたいね。真打ち披露パーティー。真打ち。名前変えなあかんで。コンビ名変えるのに。真打ちっぽい名前が何か分からんけど、まあ屋号がマッハスピードですから、はい、まあ剛速球が変わるんじゃないですか。そこが変わってくるんじゃないですかね。マッハスピード分かんない、マッハスピード全くだから過去いた平和師匠の平和も過去いたね。あ、まあ2代目とか今2代目平和ですから、真打ち感がだいぶあるよね。だからこの歴史を紐解いていくと、あこういう名前があったんだと、はい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 、そこに運命を感じて平和っていうのを選んだと。平和さんはまあ元をたどる1930年代にいらっしゃった落語家さんらしくて、なんかつながりがちょっとよく分かんなかったけど、なんかいや、初代柳家平和って人がいたんだよね。いて、なんでそれを取ったの？ちょっと誰か説明してたけど、お酒がタダなんですよ、結婚式と一緒なんで。飲みますからね、我々。バカみたいに。なんか言ってたけど。貧乏くさい鼻垂らしながら、なんか選べるんだよね。なんか選べるんだよね、お酒が。いや、お酒じゃない。お酒の種類は、ほんといろいろ選べるんですよ。名前をね、ちょっとこれ欲しいんです、師匠みたいな。で、こう、許可が出たら、みたいなこと、なんか、そういう、なんか、すごい名跡だったんじゃない、面白い落語家さんだったんじゃないですかみたいな。だからまあ、もう全然当てはめれないけど、まあ、ハスピードだから、もうそもそもが。ハスピード5号。今やな、超特急。そう、もうしないっす。それで、言い出したよ。あんなにも余興とかがちゃんとあるとは思わなかった。そうですね。思わなんだ。うん。ただまあちょっと予想はして、だからあれだよね、言ったら。まあでも赤目高とか、本。はいはいはい。立川談志師匠。談志師匠とか、あと、あ、談春さん。談春さん。談春さんと、あと赤目高じゃない方はなんだっけ。志らくさんの本。まあそこら辺読んでるとさ、出てくるのがさ、あダンケイさんかな、まあなんかまあとにかく立川流のお弟子さんの本を読むとさ、うん、出てくるのよ、うん、その何、うん、どうやらその披露宴的なものの様子が、だからなんとなく余興とかを、うん、こうお弟子さんとかがすんのかなとか、うん、いろいろ妄想しながら行ったんだけども、うん、ゲストさんがいてね、ちゃんとね、うんうん、その吉本の大の字さんとか、うんびっくりしたな。そうそう、余興の時間でございますと。まあ余興はあるだろうな。ああ、そっか、ちゃんとあるんだ。だからそれの余興もさ、結局あれ、そうね、その弟子さんのとかね、弟子さんたちがなんかして楽しませるのかな。普段やらないなんかね、踊りとかそういうのね、そうやんのかなと思ってたら、カナカタタシ大の字って言って、タタタタタタタみたいな感じで出てきて。あらーって思って、スペシャリストみたいな、びっくりした。余興のスペシャリストみたいな。そうでもプロの余興を見せてもらってさ、もう酒も進むわ、飯も進む。勉強になったな。勉強になった。あれ全部台本に起こしてさ、いやあれ撮っときゃよかったな。全部俺らに当てはめたい。ああやってやるんだ。絶対あるよ動画。今度あるよ。あもらおうぜマジで。平和師匠にもらおう。もらおう。当てはめてやる。ってぐらい素晴らしいもん見てさ、でも俺らもなんか。やっぱ坂ちゃんがね、うん、何か頼まれるかもしれないと思ってカバンの中に、うん、くるみの板をくるみのね俺くるみを割るデコピンくるみ割りがまあ芸が一応あるから国技であるので芸人ばっか来る回だからなんか急にスピーチちょっとマッハさんみたいな、うん、ひょっとしてあるかも、ね、いやもう妄想してたもんなあ、うん、あうわんざー用意してねえよお前みたいなちょっと怖いじゃん急に来たらしょうがねえなみたいな感じで何も用意しないんですけどもショートコントとかやってもあれだからなんかああいうおめでたい感じもあるから素晴らしいよだけど全部幕もなかったけど何回か立ち上がろうとしたけどまさかね大の字さんとか出てるからしっかりした人を用意してるとは知らずにそっと隠してスッと隠してない俺これは何もない俺くるみ割りをくるみは割らないくるみ割りてってなるねそうそうそうでもエアギターみたいな感じとかねいや面白かったね面白かった本当にねもうだからかなり5万円じゃ3万円じゃこう元を完全に取れるような贅沢な美味しい料理美味しいお酒に美味しい楽しい余興になんかちょっと気になったのが、うん、あれをお師匠さんがいらっしゃって、うん、柳家獅童さんっていう方の名前が出てて、うん、移籍したって言ってたよねカエルさん。あ、そういうの知らないんだ、うん、そういうのも俺知らなかったから全然楽しくない見ててめちゃくちゃウィキペディア見たかったなるほどで柳家小三師匠っていう6代目のもうこら辺のお話もした方がいいかそのお師匠さんがどういうことがあってみたいなもう全然俺は分かんないカエルちゃんっていうのは最初に弟子入りした人がまあカエルちゃんは高校卒業してもう18歳で落語の門を叩いたんだけどもその時の師匠がものすごい結構ぐうたら師匠で酒も飲むわなんかもう全然寄せにも立たないとかいう人で全然教えてくれなくて。何年もついててでもよく分かってないじゃんまだ若いから18歳でもいろいろやってたんだけども誰かがなんかこう「お前何やってんだ!」ってことになって何年も何年もって「何もできてねえじゃん」っていうのに気づいてもらってえなんでそこでシーンしたのなんかまあなんかで見てわってなんかあったんだろうね多分高校生ならではのこの人かっこいいっていうのがなんかで見たのかもしれないしねで本当はそういうことはないんだけども、もう見かねた人がなんとかこっち行って行けみたいなことになって人が移籍今の師匠小三師匠になってるっていうことらしいんですよ。すごいね。有名なこうダメな人みたいな感じだから余興も受けるわけよ。ああまあまあそうあ面白なんか面白かったな来光さんのね坂本来光さんっていう活弁士の。そういうのをネタにしてたんで。そうそうそう。はあ、そういうことなんだ。いやー、あれ DVD 発売しないもんな。いや、あれ売れないよね。じゃあもうこれいくら話してもしょうがないよな。めちゃくちゃ面白かった。見れないですから、皆さん。本当に面白かった。頑張って落語家さんお知り合いになって、周年披露宴出てみてください。